コルシカ島、コルシカ島、コルシカ島、またはコルス島、コルス島は地中海西部イタリア半島の西に位置するフランス領の島である。面積は約 8680km、日本の広島県と同程度と地中海ではシチリア島、サルデーニャ島、キプロス島に次いで4番目に大きく、人口は約30.2万人である。 フランス皇帝ナポレオン一世の出身地として知られ、1980年代には、コルシカ民族解放戦線、FLNC が活動して、爆弾テロ事件を頻発させていたことでも知られる。島の名前の、コルシカコルシカ語では、コルシガとなる。フランスの地域圏の一つとされるが、1991年以降は、他の地域圏にはない権限が付与されたコルス。 地方公共団体がコルシカ島全体の行政を統括する。島は南部のコルス流主都県に分けられる。2018年1月、コルシカ島では県が廃止され、上記2県の議会、県庁の機能と権限がコルス地方公共団体に統合された。これにより CTG はコルス単一地方公共団体コレクティバイトユニークでコルス。 コルス公共団体、コレクティバイトでコルスとも呼ばれるようになった。南北1 8 3キロメートル、東西8 3トルに及ぶ島は2億5000万年前に西側で隆起した河口岩に5000万年前に東側の堆積岩が押し付けられ変岩ができたという地質からなり、ほとんどが急峻な山岳で占められ、2 5 0 0ルを超える広報が連なる。 最高峰はチント山。コルシカゴでは、モンテジントゲ2710メートル、ツイデロトンド山、ドーモンテロドンド、2625メートル、アルバルダート山、ドー、カブアウベルダード、2583メートル、ビアンコ山、ドーカブビアンク、2562メートル、ミヌータ山、ドーブンタミヌーダ、2556メートルである。 これら広報は島を二つに分けるように西北から南東へ連なっており、その西側と東側では、風俗や社会形態、言語などが対照的に異なっている。沿岸部の気候は、他の地中海沿岸地域と大差なく、年中温暖で勝負であるが、山岳地域は冷涼たうで陶器には雪が積もり、スキー場が四箇所ある。沿岸部の地形は東部、東海岸と、 西部、西海岸で全く異なっている。東海岸は極めて単調で、コルシカに数少ない平野も広がり、ラグーン、型も所々で見られる。ラグーンの内主なものは北部にある全域が、自然保護区に指定されているビグリア型、コルシカ語で、ビグーや、中部アレギア近辺にありカキやムール貝の養殖が、行われているディアヌ型、ディアナ、ウルビノ型、ドウ,ウルビーヌである。 一方、西海岸は断崖絶壁が続き、平野は中部のグラボナ川、コルシカ語で、あらおうな川口付近にあるのみである。西海岸北西部のポルト湾は、紀元群で知られ、ピアナのカランケ、ジロラータ湾、スカンドーラ自然保護区を含むポルト湾として、世界遺産に登録されている。コルシカ島は、面積の割に急峻な山岳地帯が大半を占め、 それほど大規模の農業、産業が展開できない土地であるため居住人口は少なく、沿岸部及び山岳部には手付け数の自然が残されている。島全体の4割近くがコルシュカ地域自然公園に指定されており、夏にはハイカーが大勢訪れる。主要な都市はアジャクシオ、コルスデュシュド県、南西部とバスティア、オートイコールコルス県、北東部、カルビ、 オートイコールコルス県、北西部、コルテ、オートイコールコルス県、中央部、サルテーヌ、コルスデュシュド県、南部が挙げられる。これらのうち、コルテとサルテーヌは内陸部の都市だが、他は沿岸部の都市である。都市の規模はいずれも小さい。最大の都市アジャクシオでも人口は6万に満たない。バスティアも同様である。カルビアコルテに至っては1万人にも満たない。 太古の昔は山岳部に居住する先住民と外来の支配者に明確に区分されていた。先住民については、その詳細は未だ解明されていないが、ケルト先住民と共通する文明、例えば巨石文明や人物の長所のある石柱が島の南部に多数見られる。一方、外来者は紀元前には、フォカイア、エトルリア、 カルタゴなどが中継貿易拠点としてコルシカ島の沿岸地帯の覇権を争った。島東部海岸にあるアレリアにはエトルリアの遺跡がある。最終的に島に対する覇権を握ったのはカルタゴだったが、ポエニ戦争で古代ローマに敗れたため、紀元前3世紀頃から島の支配権はローマに移る。ローマはアレリアに都市を建造し、さらに北部バスティア南港に マリアナを築く。ローマによる繁栄はしばらく続くが、ローマ帝国が東西に分裂し、ゲルマン勢力の侵入が始まると、コルシカ島には外部勢力、特に海賊による襲撃が始まる。6世紀後半頃から十字軍によるイスラム勢力のヨーロッパからの駆逐が完了する11世紀頃まで、この状態が続き、島ではこの期間を暗黒時代と呼んでいる。 山岳部の先住民たちは、ローマ時代には平地に降りて、ローマ人と共存した時期もあったが、暗黒時代になると、外部民族の襲撃を恐れて、再び山岳部の小集落、パエーゼに身を潜めて、自給自足の活に戻る。近代以降フランスでは、コルシカの独自の風習が取り上げられているが、その独自性はこの暗黒時代に遡ると思われる。 中世になると、イタリア半島の都市国家とジェノバがコルシカ島を植民地支配する。ローマ教皇の命により十一世紀にピサがコルシカ島を統治するが、その後ジェノバが徐々に島の沿岸地帯に城塞都市を建造し、ピサからその支配権を奪い取って行き、十三世紀にはジェノバの支配が確立する。現在のコルシカにある都市のほとんどがジェノ統治時代に、 ジェノバによって建造されたものである。ジェノバの支配は過酷であり、島民はたびたび反乱を起こした。中世では16世紀のサンピエロ・コルソの反乱が最大のもので、これはジェノバによって鎮圧された。1729年に始まるコルシカ独立、戦争はかつてなく大規模かつ組織的な闘争だったためにジェノバはこれを抑えられず、 1768年にジェノバとフランスは、フランス軍をコルシカに派兵する代わりジェノバは、一定期間のコルシカ統治権をフランスに譲るという内容のベルサイユ条約を締結した。一方のコルシカは1755年、独立運動の指導者、パスカル・パオリを主犯とする独立政府を起し、コルシカの国家や国旗、憲法、通貨や大学、 徴平制など近代国家の原型とも言える制度も喪失していった。フランス軍とコルシカ軍との間で戦争が始まると、1768年から1769年、1768年10月のでは、バスティア南港でコルシカ軍はフランス軍を駆逐したが、1769年5月のでは、フランス軍の圧倒的兵力の前にコルシカ軍は敗れ去り、 パオリは英国に亡命する。これ以降、コルシカ島は完全にフランス領になった。後にフランス皇帝となるナポレオン・モナパルトが生を受けるのは、この戦役から3ヶ月後のことである。1975年8月に自治主義勢力、ピエノ・アールとフランス治安当局との間で、激しい闘争、闘争が展開され、 自治主義勢力が非合法化されると、分離主義勢力の FLNC、コルシカ民族解放戦線が下りされるが、1982年に、地方文献政策の一環として、コルシカ地域議会が設置されると求心力を失い、分裂する。そして現在繰り広げられている、武力闘争は独立戦争などではなく、民族主義を名乗るグループ同士の内部抗争であり、 近年は失業で悶々としている島の若者たちを徴用するなど非公問題化しつつある。一般の島民は民族主義には理解を示しつつも政治運動からは一線を画しており、コルシカ人がフランスからの独立を望んでいるという指摘は不正確である。コルシカ住民は文化や言語の面で大陸部のフランス本土とは異なった面を持っている。近年は コロシカにおけるアイデンティティの高まりにより、コロシカの文化やこれを基盤にした芸術などを見直す様々な活動が行われているが、その代表がかつての即興資吟をベースにしたリホニーである。複数人が楽器を使わずに奏でる多性の男性合唱がその中心で、グループイムブリニがその代表格である。それ以外にアビレッタ、ティアミアディアレジ、 カンターウボーブル・コールス、スルディアンティなどのグループがある。伝統的な男性多性合唱については、2009年、パディエル・ラフーの歌謡として、ユネスコの無形文化遺産に登録されている。現在の住民の日常語はフランス語である。コルシカ語も依然として、学校教育や、テレビラジオ放送、広告、商標、文化活動などで盛んに用いられている。コルシカ語は、 公用語ではないものの、コルシカ語を含むフランスの地域語、詳細は、フランスの言語政策を、参照は、2008年のフランス共和国憲法改正により、フランスの文化遺産であると、新たに規定された、第75条の1。コルシカ島の特産物は豚及び、豚肉燻製品、栗の粉から作った菓子類である。ワインやチーズの産地としても有名で、ワインは、 パトリモニオやミュスカデュカップコルスチーズではフレッシュチーズのブロッジが有名である。栗で作られたビール、ピエチュラ、ピエトラもある。観光、サービス業といった第三次産業に大きく頼らざるを得なくなっている。だが観光はシーズン期が7月と8月のみで、また近隣にフランスの大陸本土南岸のコートダジュールやスペインのレアレス諸島にあるリビサ、 イタリアのリグーリア海岸など国際的リゾート基地に囲まれており激しい競争にさらされている。サービス業はスーパーマーケットなどの小売業のほか運輸、公務関係者が圧倒的に多い。なお、コルシカ島内では食料品をはじめとして医療品、石油製品、住宅関連費用、電気、ガス、水道などにかかる付加価値税が フランス本土よりも低く設定されている。コルシカ島には4つの空港があり、パリ、ニース、マルセイユなどのフランスの地中海沿岸の都市と航空路で連絡されている。一方、航路はマルセイユ、ニース、トゥーロン、イタリアのサボナ、ジェノバ、サルデーニャ島との連絡があり、最高35ノットを誇る高速フェリー路線もある。入島税、デジマ・ミツグが課せられる。 島内の都市間を結ぶ交通は、アジャクシオ、バスティア、コルテ、カルビを連絡するコルシカ鉄道があるものの便数は、決して多くなく、他に一日に1、2便しかない都市間路線バスもあるが、それ以外には公共交通機関はない。よって、島内の移動には、自動車、レンタカーによる移動、タクシーの利用が、交通機関利用よりも便利で、効率的である。島内には、 国道193,194,196,197,198,205線があるが、高速道路はない。国道の道路事情は極めて悪かったが、1990年代以降は徐々に改善されている。島の一般道を閉鎖して行われるラリーはツールドコルスと呼ばれ、1956年から毎年開催。 1973年から始まった WRC 世界ラリー選手権のラウンドにも組み込まれている。直線が200メートルあったらコルスではないとまで言われる荒れた路面のテクニカルなターマック、舗装路、ラリーコースとして数々の名場面を生み出している。山岳地帯を縫うように走る断崖路で行われるこのイベントではワークスドライバーであってもしばしば大事故を引き起こす。 グループ B 時代の1985年、1986年には2年連続で、ランチアのワークスドライバーが死亡。1985年には、ランチアラリー037オカルアッティリオベッテガが立ち木に,に、衝突し、死亡。1986年には、ランチアデルタ S4 オカルヘンリー・トイボネンが、崖からコースオフ、転落式に衝突した瞬間、発火、爆発し、 死亡している。これらの事故はグループ B カテゴリー消滅のきっかけとなった。他にも1997年にはこの年のワールドチャンピオン三菱の富茉記念が路上に出てきた牛に衝突し崖下に転落してリタイアシール。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。